はい、こんにちは。えー、今回ですね、えー、第3章の例え本ですね。第3章の例え本でですね、シャーリプトラが熟悉、えー、をもらう場面をお話します。えー、シャーリプトラは結構ニョになりますね。シャーリプトラも結構ニョになりますと。まあ、ちょっとこの前の下の動画でですね、えー、カントとかスピノザとか扱いましたね。あと、ハレルって言うんですかえー、っと、最近本を出した悪の経典って私が名付けましたけど、 えー、彼らは、結局みんな似たような考え方なんですよ。結局あの、西洋哲学。まあ、カント、ヘーゲル、マルクス。あと、今もロス・チャイルドもそうですし。で、このハレルのですね、えー、ハレルのこのですね、考え方っていうのは、要するに、えー、レイカー・ツワイルですね。レイカー・ツワイルの考え方を、あの、そのまま土台にしてるとか、パクってますね。レイカー・ツワイルっていうのは結局あの、まあ、半導体がどんどんナのが、どんどん5ナノ、3ナノ、2ナノになっていくと。 そうすると、その計算機能がものすごくレベルになってきて、いつしか量子コンピューターが、この宇宙の一切を、死んだ万象の一切を計算できるぐらいのレベルになるだろうと。そうすると、その時には、この宇宙の一切っていうのは、一つの情報になってしまうと。つまり、この死んだ万象の一つの情報として、コンピューターに、AI に計算されて、そして人間も、生きている人間も、 すべての命、生きとし生けるものは、そのコンピューターの情報の中の、えー、ただの、えー、アルゴリズムになってしまうと。その情報の中の一つの傾向ですね。答えに生きつつための、そのコンピューターが、宇宙が何で生まれたかの答えに生きつつための一つの情報のアルゴリズムになってしまうと、一人一人の命がですね、生きとし生けるものこれを前提にして考えたのはえー、イスラエル大学のハレルの、えー、本なんですよ。 で、これですから、スピノザとか、カントとか、あとヘーゲル、みんな同じなんですよ。この死んだ万象の中に、人間はただ、動かされてるだけじゃないかと。動かされてるだけじゃないかと。こういう恐怖心を持ったと。この、ですから、その中では自由意志は人間にはないと。自由に生きてるんじゃなくて、実は、単なる一つの死んだ万象っていう情報形態の中で、人間っていうのは単に、え動かされてるだけで、えその果てっていうのはないんだ。自由じゃないんだっていうふうに。 これ、例えば、前に私がですね、えー、例えば、皆さんが、お家から出て、えー、駅に着きましたとで。駅に着いたところ、定期券を忘れてましたと。それに気がつきましたと。その時に、駅に着いたあなたは、思考をこう、ポワーンとこう、出すわけですね。思考を出すと。その思考の中では、あなたがいて、あなたが家の中で、えー、ベッドから起き上がって、なんかこう、起き出して、歯磨いて、えー、洋服変えて、それで会社に、 行く準備して、それでドアを開けて、えー、前の道に出て、信号を渡って、コンビニの前を通って、そして、本屋さんの前を通って、そして、あの、ホットモットの前を通って、また信号を渡って、それで駅に着くと。このプロセスをこう、動きますよね。そうすると、あの、あなたの思考、思考の中のあなたは、その中で気がつくんですよ。あ、自分はもしかしたら、何かに、死んだ晩鐘のこの、 思考の中で誰かかかに動かされてるんじゃないかと自分は今、えー、定期券を探してると、あなたの思考の中であなた定期券を探してると、俺が定期券を探してるのはもしかしたら誰かに動かされてるんじゃないかと。この死んだ万象っていうのは、えす、ー、べて一つの情報であって で、その中には自由意じはなくて、俺はこの人間として生まれて、こういう日本という国に生まれて、今会社員になって、こういう風になったその全ても何かに仕組まれてんじゃないかと。今そして定期権を探してる俺は誰かに動かされてるんじゃないかと。よし、やめようと。本当の授業を求めて、もう会社もやめて定期権を探すのもやめて、そして今日から旅に出ようと。で、旅に出てヘーゲルやデカルトやいろんなものを読んでも何もわからないと。同じだと、この死んだ場所の中で自分たちは何かに生かされてんじゃないかと。一体どうしたらいいんだって時に、 お釈迦様に出会いましたと。お釈迦様が言ったと。お前何バカなこと探してんだと。お前早く下脱しろと。下脱してな。そして私に帰営して、そして受給をもらえと。下脱するってことはこの死んだ万象の動きの中全てから、因果律から解放されるってことなんだと。ここはただの一つの、え三千、一三千世界であって、下脱してこの一三千世界から脱却しろと。そうして私から受給を受けろと。 極空会に参加しろと。その極空会っていうのは人間の三次元世界にあって、その各三次元世界には女来と弟子たちがおられると。その女来と弟子たちはみんな下脱して、この各世界の、えー、死んだ万象の因果律から抜け出てる存在なんだと。その世界に肉体を持ちながらも抜け出てる存在なんだと。そしてお前も私から、えー、この極空会に参加できる、えー、因果律から出た、出て、この極空会に参加できる、えー、鍵をもらいと。で、まあその人は樹木という鍵をもらいましたと。 で、生まれ変わって、えー、法華経に出会って、その鍵で法華経を開けると、その中に、えぇ、ー、虚空界の存在が書いてあったと。滅びに至る門はなんと大きく、えー、まあ、この死んだ場所の中で、自分は定期券を探してるのは誰かに動かされてるんじゃないかと。それは過去性っていうか、平行宇宙の自分がいて、その人が探そうと思ってる、その意思を受けて、えー、動いてると。その、探してる、 定期をなくした自分も、こっちで生きてる自分も、それは一つの三千世界の中には平行宇宙で、因果律で繋がってるんですよ。この因果律から抜けるためには、お釈迦様に出会って、如来に出会って、そして下脱させてもらって、重機を、重という鍵を授かって生まれ変わって、この鍵でこの法華経を開けると、極快っていうものが三次元に生きながらも、実は重なり合って存在したと。それは因果律を超えた下脱したものだけが参加できると。そうすると今皆さんは、ここに今生きて、えー、ここにいるってことは私から、えー その鍵を開けて、曲界に入れてもらってる状態なんですよ。そうすると皆さんは、私が日月上の曲にあるやつそこにくっついてる大菩薩になりますね。はい。で、そのど真ん中で、お釈迦様が、えー、時期を、弟子たちに授けようとしてると。その姿を見てると。無限の如来たちが三次元世界にいて、下脱させた弟子たちと、書いて、その下脱させた中でも特に過去に授期をもらったスーパー大菩薩2、3人を連れて、みんな曲界に集まってると。で、お釈迦様はそのど真ん中で、えー、時期を授ける姿を、 見てると。これですね、これが陰害律から、死んだ万象と陰害律から抜け出して、そして事業、えー、をもらって、そのか時っていう鍵で曲極化にあるこの法華経を開けて曲がに入っている状態で、そこからシャーコム如来の事業をさせて、そと無限の如来たしと無限の大菩薩と一緒に見てる状態なんですよ。これがですから、えー、スピノザの言った、えー、なんか宇宙の何かを超えた、真空の中の状態のすべての仕組みのもとにある状態なんですよ。わかります カントやスピナーズは、ど、この因果律を超えた上のどこかに、そういうすべての宇宙の意思を決めている因果律を超えたものがあるんじゃないかって言ったんですけど、つまりその極空間が因果律を超えたものなんですよ。はい。分かったでしょうかですから、あなたはですね、例えば、えー、か、定期券を探しているあなたは、ですから、平行宇宙のあなたの因果律とくっついてて、えー、定期券を探していると。それは一つのカルマですね。はい。それに気がついて、えー、ですけど、その思考の中のあなたも、 駅に行った時に、えー、定期を忘れたっていうあなたが、栄光中にあ,るあなたが、自分の過去を思い出して、その中で定期を探すっていう仕組みを持ってるあなたもいたと。その思考の中から、えー、気がつくと。でも、そう簡単にはですから、勤めてる会社も辞められないし、えす、ー、べては捨てられませんと。ですから、まあたまに中野さんパラダに来たり、私の動画を見たりして、この虚空会の仕組みを、えー、知ると。 時期が鍵であって、そして門がこれであって、その門から入ると極空界に3次元にいながら参加できると。3次元の言葉の世界が、形の世界や言葉の世界があるからこそ、この世界の例えば上下関係、ピラミッド構造があるからこそ、この世界の言葉を通して極空界っていうものを一つの何もない、時間もない空間もない状態を極空界として説明することができるんですよ。で、この3次元のこの言葉を通してその極空海の情景を一つの例えとして見るんですよ。 そこ、極空界ってのは本来何もない、時間もない、空間もない、えー、宇宙も始まる前の状態なんですけど、それを言葉として、例えとして、そこに参加することが、法華経を通して参加することができるのは極空界なんですよ。ですから、三次元の死んだ万象の世界に生まれてくるってことは、これを読んで、その、すべての宇宙が始まる前の真空の状態ですね。スピードさんが言ったなんとかってその状態の中の、それは極空界であって、お釈迦様は三次元の言葉を通して、表した極空界が何もない真空の間と。 それが無限にビッグバンを起こし続けていると。それは何の目的かっていうと、因果律を外して、何もない、を超えて、何もない真空で単に自分を思い出そうとしていると。その何もない真空は自分を思い出すために、えー、その中間の、中間に極空化があって、そこでビッグバンを起こすように仕組みを作っていると。ニュアライト菩薩を刺して,て。で、起こしたビッグバンの世界に生まれ変わってくると、まあ普通に生きてるんですけど、その中で、俺はなんか、えー、死んだマンションの中で動かされたくら存在じゃないかといろいろもんですけど、 えー、それは過去に、えー、下脱して受記をもらってると、必ず法華経に反応してその世界で、そしてその受記という鍵を開けて、法華を開けると、極空界の存在がわかると。そしてここに入って、極、えー、空界とは何かを理解して、あ、なるほど、自分もこうやって如来になるんだと。生まれ変わるごとに、えー、法華経を読んで、その世界の法華経を読んで、無限の如来たちと一緒に、えー、極界に入って、そして、えー 学んで、時期を授ける方も学んで、そして最後の人生によって自分も法華経を解いて、そして他の女来たちのすべてを供養してやるっていう。こういう仕組みですね。ですから死んだ万象の世界に入るってことは、その世界のすべてに、えー、動かされているわけではなくて、あえてその世界に入ることによって、形の世界、あの死んだ万象の法則の世界に入ることによって、因外律に縛られる肉体を持つことによって、えー、過去に、えー、その世界の女来が解いた第五の死法華経に入ると。これですね。はい。わかりますですから、 えー、曲家に入って、鍵をもらって、熟悉という、そして、ビッグボンを生まれ変わってきて、この門からですね、曲家に入って、自分も如来になって曲家を主催するっていうことを理解するために、この三次元の因果律で、えー、くくられた、えー、一三千世界、えー、死んだ場所の世界に入ってくると。はい。その世界に入れば、もちろんカルマがものすごいあるんで、えー、あなたが生まれる国とか、生まれる人格とか、キャラとか、形の、体の大きさとか、えー、家族とか、 えー、その人の性質とか才能っていうのはすごく、えー、影響されますね。でもどんな状況に生まれても、あなたは必ずこの法華経に気がつくんですよ。受験をもらってると。で、そして極化に入ると。この仕組みですね。ですから、この世界三次元に来て、この、えー、厳しい状況の因果率に、制約された因果率の状況の中に今からも、これに気がついて、極化に入って、因果率を超えた世界を理解して、なるほど、何もない真空は自らを何もないと理解するために、私は各に、 下脱して、そして、如来から受給をもらって、そして、今、再びビッグマを起こして、この世界にまって、その、ポケキから、極外に入って、えー、如来の仕事を理解して、次に生まれた時に、自らも、えー、下脱して、悟りを開いて、極界を指差して、そこで受給を授けると。これが何もない真空が、あらゆる生きとし生けるもの、あらゆる因果律に覆われた三,三次元世界を通して、すべての生きとし生けるものを通して、えー、下脱して何もない真空になると。えー、極外に入って、そして、えー、 ビクマを起こしてそして、てそ無限の如来を作って、全てて、滅にさせてそのの状態が何もない真空になると。このプロセスを無限に作り続けて、無限に増やし続けているのが何もない真空ですね。何もない真空は死んだ万象の何者にも囚、えー、われることなく、単に自ら思い出そうとしていると。で思い出すために三人が生まれると、その世界で初めて如来に会うと極空海に入る、えー、切符をもらえると。それで生まれ変わって極空海に何回も入って勉強することって、今度自分も極空海を主催する如来になるために三人に生まれてくると。 このためにこの三次元世界ですね、死んだ万象の因果律に拘束された肉体を持った三次元が必要になると。その世界の形の仕組みを通して、虚空界をまた、あなたが新しい法華経を作って、そこで虚空界の存在を弟子たちに知らしていくと。こういう仕組みですね。はい。ですけど、スピノザとかカントとかハレルとか、あと、ロックウェラー、リロスチャイルド、あと、モルガン、えー、さらには、えー、ビル・ゲイツとか、 ザッカーバーグとか、あとソロス。こんな連中ってユダヤ教とか、イスラム教にはないんですよ。下脱と、下脱、そして樹木、そして悟り、そして滅人っていう、この4段階の、えー、生命進化のプロセスはないとで。ですから下脱できないんで、いつまでもこの因果律の中でですね、えー、この世界はコンピューターで情報化されて、その中に人間が生きているただの、 生命情報なんだと。ですからそんなのは21世紀ではたくさんの人間も必要なくなるから、そんなのは、え疫、ー、病入らせてワクチンみんな打ちまくって消滅させてで残ったやつだけで変なサイバー世界に自分の意識をインストールさせてサイバー空間に自分のアバターをいっぱい作るとか、えー、有機生命体のサイボーグみたいなのを作ったそこに自分の体をインストールするとか、そういう地獄の中にしか生きられないような未来像しか作れないんですよ。これが西洋哲学、西洋科学の限界なんですよ。 ですから、アインシュタインもホーキングも,もう次に生まれ変わるときには、仏教徒になりたいと、仏教徒になって下脱の意味を知りたいと、そして下脱の意味を知って、自分もその後、その宇宙が始まる前の真空度は何か、その中にある、えー、メカニズムを知りたいと。私が知りたいのは、スピノザが目指した、その宇宙が始まる前の因果律を超えた、その中にあるメカニズムであると。それは極空界なんですけど、アインシュタインもホーキングも、えー、ロックフェラも、ロスチャールドも、えー、このハラニとかもそこには行けないんですよ。なぜかって言ったらそ、そちら 仏教圏にも生まれてないし、法華経にも出会う、あの、因果律を持ってないと。法華経と、仏教と出会えない人は、一千代って言うんですよ。ですから彼らは、下道、あるいは破壊者。また、インチキな教えを作って、そんな、この世界のすべては、えー、電磁気力っていう電気反応のすべてであって死んだ万象は、その中にある人間の生命だ、生きと死けるのすべての生命は電気反応であって、それは単にアルゴリズムで動いてるだけだとか、そういうインチキな、えー、悟りを人に広めて、それどころか、えー、みんなを、 亡き者にして、勝手に自分たちだけそんな地獄の世界を作って、アバターになってなんかサイバー世界にとはに行けるとか、そんなくだらないわけのわからないことをやってる下道なんですよ。下道ですね。はい。ですから、スピノザや西洋文明のこれがもう限界なんですよ。イスラム教、ユダヤ教のもう下脱もないと。はい。下脱の考え方もないと。彼らから見ると、ヨーロッパ人から見ると、下脱なんてのは仏教っていうインドから生まれた東洋の宗教、あるいは インドにあるベーダとかヨーガ、そういう特殊な国にある、ある特殊な意識状態は下脱だと思ってるんですけど、すべての生きとし生けるものの生命進化の第一なんか下脱なんですよ。死んだマンションの下脱で、そしてさらに下脱した後に、如来によって、えー、時期をもらって、鍵をもらって、自分の、でビッグマンを起こして、ビッグマンを起こした理由っていうのは、菩薩が法径を開いて、えー、虚空会に入る。 それが目的なんですよ。三次元が生まれる原因、ビッグバンが起こる原因ってはそれが原因なんですよ。はい、分かったでしょうかですからこの西洋の哲学者、ハレルとかこれも悪魔の教えなんで、ですからこの連中にですね、極右会に入る鍵を渡せるかどうかですね。ですからイエスも言いましたと、シモンペドロ、あなた、私が信じられること、はい、あなたはメシア、生きる神でありますって、イエスを信じたわけですね。その人が、私はあなたの上に塔を建てようと。えー、ここは極右ですね。極右会はあなたの上に命に建てようと。そこに入る鍵をあなたに預けようと。 そこに入る、えー、樹という鍵をあなたに預けて、あなたはそこで私から受木を得て、鍵をもらって生まれ変わった世界で、この極会に入る門、法華経を開けて、そこから極会に入れと。こういうことを、えー、イエスも言ってるわけですね。ですから、えー、まあ、如来っていうものを、スピノーザもロックエラもロスサイルも、ビル・ゲイツもまず信じると。信じたものにしか、えー、鍵は預けられないんですよ。受木は授けられないんですよ。ですから皆さんもこれから菩薩としてですね、 西洋のアメリカやイギリスやヨーロッパ行ってですね、もうロッシャルとかにあってですね、ビル・ゲイツとか、ジョージ・ソスにあってですね、今の話をして、皆様、彼らから信じられて初めて鍵を、教空間にある鍵、えー、時期を、えー、私の元に来て、授けられるっていう鍵を渡すことができるんですけど、まあ、ユダヤ人やイスラム教徒じゃ無理でしょうね、ロッシャルとロック・ヒラー人。はい。こういうのが今の状況なんですよ、仏教的に見た。わかりますでしょうかはい、機会上どうも。